じゃんけん。ポンちゃん、おいで。はい、じゃんくん、じゃんくん。かわいい、かわいいってもらってるよ。はい、クロケンパパはこれから髪の毛を切りに行きますが、こんな風にしてっていう絵を描きました。見えるかな？このちょっと下膨れに描いた。前はね、ここがシュッとしてたのにね。30年前くらい？はい、ポイントはですね、これは美容師さんに言えばいいんだけど、こっち側はここまで刈り上げ、こっち側はこの辺ぐらいまで刈り上げで、ここはちょっとこれから、長めの前髪にしていこうかなと思います。やらしいおじさんになろうかなと。あれ、優しいおじさんだったはずなんだ、ね、そうだね、優しいおじさんテーマで今歌っています。それを髪型やらしいおじさんになるかもしれません。こんな風になるか楽しみに。ポンちゃんもなんか実験しています。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、かわいい、ポンちゃん、ポンちゃん、ちょっと自撮りのポンちゃん、映ってないよ、ポンちゃんが。あー、デビー、豪快、はい、行ってきます。私呼んでいます。お、飛ばしました。リュック飛ばしました。ここで、ここにあるよ、リュック、リュック、痛い痛い痛い、取ってあげようとしただけなのに、じゃんけん、手の方に行きました。よいしょ、もういいの？一回なのかい？お暇いなの、ジャン君。はい、クロケンパパは髪の毛を切ってきました。じゃーん。見えてないよ。見てない。近すぎて。こうか。こんな感じか。そうだね。こんな感じ。はい。刈り上げくん、刈り上げくんでした。左、こっち側は、こっち側こんな感じでーす。はーい、それを見つめるジャン君でした。